吉高由里子は日本の女優。本名は非公開。東京都出身。アミューズ所属。高校1年生の時に原宿で買い物をしていた時に芸能事務所のウィルコーポレーションにスカウトされ芸能界に入る。スカウトしてきたのが女性であったため気を許して連絡先を教えたという。 女優に対する憧れは全くなかったとのこと。その後、当初の所属事務所、ウィル・コーポレーションがアミューズに吸収合併されたことにより、アミューズ所属となった。2006年、映画、のりこの食卓でデビューし、第28回横浜映画祭、最優秀新人賞を受賞。2007年9月に交通事故にあって、顎の骨を折る重傷となり入院した。オーディションで、 ヘビニッピアスの主演が決まった数日後のことだった。同作では、デビュー以来初のヌードを披露し、第32回日本アカデミー賞新人俳優賞、ブルーリボン賞新人賞などを受賞し、ブレークを果たす。2009年10月期、富士テレビ系、月級ドラマ、東京ドックスのヒロインに抜擢される。二千十年七月期、日本テレビ系、三岡がいたマイナスで、 地上波連続ドラマ初主演。2013年に出演した映画、王道、世之助で第68回毎日映画コンクール、女優助演賞などを受賞。4月期でフジテレビ系、月9ドラマ、ガリレオの第2シーズンのヒロインを演じる。2014年4月期、NHK 連続テレビ小説、花子とアンでは、オーディションなしでヒロイン役に抜擢され、 同年12月31日放送の第65回 NHK 紅白歌合戦で赤組司会を務めた。2015年10月大逆走で舞台に初挑戦した左利き。ドラマ、花子と案出演時には主役のモデルとなった村岡花子が右利きのために普段の食事も右手で箸を持つように変えた。焼肉店やディスカウントショップでアルバイトをしていたこともある。 また、コンビニエンスストアで働いたこともある。女優としての転機となった出来事として2007年、映画、ヘビにピアスの撮影直前に起きた、交通事故だと答えている。このことについて、吉高は、死も覚悟したその事故を通して、仕事がなく不適されていた自分が、いかに周りに助けられていたのかを知るきっかけになったと、振り返っている。別のインタビューでも、あの頃の私は、 人間的に尖がっていたし、人に感謝することも知りませんでした。お前は一度、痛い思いをしないとわからないと、ああいう事故の経験が与えられたんだと思いますと、語っている。役が決まるたびにもう数年後には女優を続けていないのではないかと思うほど、深く悩むと語っている。2009年から、ファッション雑誌ジルにて、吉高保管計画に出演。その中で、 アート分野に挑戦する企画があり、2012年12月号までの時点で連載史上一番難しかったのはおし花だと語っている。2010年3月に CNN の世界的に名前は知られていないが演技力のある日本の俳優7人に選ばれている。趣味は絵を描くこと、音楽鑑賞。好きな女優は長作博美で、 あんな風に綺麗に大人になっていきたいと語っている。好きな料理は肉と魚。好きな色は黒色や濃い紫色。好きな映画はスタジオジブリの作品。中でも天空の白ラピュータが好き。広島弁と大阪弁を自在に操れる。父親は広島の出身。家で作るお好み焼きは広島風。銀色夏は2000年4月6日に。 娘が通う小学校に用事があった際、新入生のお世話をする吉高由里子をたまたま見かけ、彼女の振る舞いに一目惚れ。その後彼女を探し、写真を撮らせてほしいと手紙を送り、家の前や近所の公園で写真を撮らせてもらった。その時の写真は、詩集、バイバイまたに掲載された。その後芸能界で活躍した吉高が当時の少女だとは、 友達に教えてもらうまで気づかなかった。柴崎コとは、ガリレオで共演する以前から進行があり、互いに、ゆりこ、コウちゃんと呼び合っている。他には、同作の映画版、真夏の方程式で共演したアンズとも仲が良く、互いに、ゆりちゃん、アンズちゃんと呼び合っている。司会を務めた第65回 NHK 紅白歌合戦を迎える特別番組にて、 長渕剛の子供や森慎一の子供と同級生であることを明かした。他に、花子とアンで共演した、ハリセンボン、近藤春菜は親友である。近藤とは、正義の世代8話でも共演している。主演は太字。ありがとうございます。